マッスルセンター、もう一人いるよね、オッケー、下から来てるよ、ロン、オッケー、一人立つと、そこ向かっと、さあ一人二人三人カット、オッケー、いいね。はい、皆さん、どうも、カメです。ということでですね、来ましたね。シャークベイトクレートということで、まあ、昨日のアップデートの時にね、これがなんと追加されたということで、でね、これ値段見てください。めちゃめちゃ安いんですよね。この前ましたハンククレート、はい、1080CP 必要なんですけども、これね、10連回すのに540しかかからないんですよ。で、結構ね、僕のお財布にもね、経済的にもお得ということで、これちょっと回していこうかなと思います。でね、この問題のクレートの中身なんですけども、まあその値段が安いだけあって、ちょっとしょぼいかな。うん。まず LK24。で、ハンドガン。で、これ UL なんですけども、まあこの前ね、ちょっとあの動画で紹介したの、まあこちらについてはね、まあちょっとそれを見てもらいたいんですけども、なんか、でもね、あの迷彩も微妙。なんか普通に俺でもね、あのこれリアルやったら、シャーって濡れそうなんで、まあちょっと安っぽいこの迷彩でありますね。でね、このチャームのね、ゾンビメタルなんですけども、あ、そういうコンセプトで言ってるのみたいな感じですね。そう、シャークだからなんかその、サメをね、これモチーフにして言ってるのかと思ったら、ここでなんとゾンビがね、そうなんか手めっちゃ気持ち悪い、なんかあの、イボイボ、これね、絶対潰してなんか海出てくるでしょ。ちょっと今のは汚かったね。まあ、という感じで、今回これを回していきたいなと思います。早速行きましょうか。一発で当たってくれてもいいんや、でも。うん。一発で当たってくれてもいいんですよ。いやー、ちょ、お前、おめでとうございます。来ました。神引き、ありがとうございます。シャーク、ベイトということで、なんか、ワオって感じでね、これ、WOW、ワオみたいな感じですね。ちょっとカスタム、紹介していきましょうか。で、今回のカスタムはこんな感じ。ぜひぜひ参考にしてみてください。で、ちょっとね、ちょっと一つ残念なのがある。うん、問題のアイアンサイトなんですけども、はい、これね、シャークベイト、こんな感じ。いや、まあ、ノーマルとあんま変わんないんですよね、これね。あの、結構見にくいって人多い、このアイアンセット。でね、この前、購入した、これですね。そう、バックウッドってやつなんですけども、今のシーズンのやつか、こんな感じ。ちょっとわかります？なんかね、この真ん中に、その、波平の髪の毛がちょんちょんちょんみたいな感じに生えたみたいなアイアンセットなんですけども、俺個人的にはこっちの方が好きかな。ちょっとシャークベイトね、そう、まあ、かっこいいっすよ。そう、見た目はかっこいいっすけど、これ中身はもうおっさん。ちょっと意味わかんない今の。もう見た目は子供、中身はおっさんなんですよね。いやー、ちょっとこのアイアンセットに非常に残念だったんですけども、今回使っていこうかなと思います。LK24、早速行きましょうか。はい、ということで、2試合目やっていきましょうか。サミットということでですね、ドミネーションなんですけども、いやーでもね、腰打ち使えば簡単よ、本当に近距離は。マジで。なんか言われてる。よし。なんか、英語わからんけど、とりあえずありがとうって言っとこう。よし、じゃあやっていきましょうか。ちょっと待って。あ、来てるよ。さあ、人もめっちゃおんねんけど、めっちゃおんねんけど。小沢さんや、小沢さん。ちょ、待って。これ、小沢さん上がってくるかな。これ、2回おる。いや、下行ってな、これ。下カットしていってあげたいけど、ワン行ったけど、ワンもやれない。ちょっと待って。リスキルの時はね、冷静に行くのが一番ですよ。冷静に、リスキルは冷静に置く。で、こっち置いてない ?OK? これ多分ね、脇変わりましたね。そう。A に入っているんで、いや、でもスモーク耐えてないで。決めしてくれ。いや、下行ってる、下行ってる、下行ってる。これ多分下から来るよ。いや、一人やって、もう一人来てない？大丈夫？ OK？ さあ、UAV とショック RC 入れて、これセンターに来るんじゃないの？これ。いや、センターいそうやね。いますね、センター。もう一人いるよね。OK？ さあ、二人カット。一回引くか。これ多分下から来てるよ、一人。ロン、オッケー、いいね。これ、いいな。一人カット。そこもカット。いいぞ、これ。調子いいぞ、これ。さあ、ちょっと一回引いて、これ二回から攻撃していくか。多分ね、A には普通に来ないと思うんで。こっから来るよね、オッケー。さあ、グレーかわしていって。うまいぞ、こいつ！こいつうまいぞ！俺にはわかる、こいつ。これ、今の横スラは綺麗に決まったわ、マジで。あの、横スラゲーです、COD なんか、本当に。どんな敵にも。オッケー、カット、そこも、あー、マジか、キル速はちょっと厳しいっていうか、味方強ないか、味方強い強ないか、2回ない、それ。オッケー、刺しからカット。まあね、爆発範囲はこれ、広くなってないんで、まあそこまで、機動性がなんか、上がったとか、あと弾速やったかな、あと連射速度だったりっていうのが上がったらしいです。ホイット、ナイス、ナイス、ナイス。いや、C か。いや、C に湧いてる、それ。来てんね。さあ、そこカット、もう一人いるよね。ジャンプして、ジャンプして、当たらない。まだ来てるよね、これ2回。オッケー、リスキルマン、リスキルマン。そこカット、AR ですよ。もう負けないよ、AR は、本当に、中距離。そこもカット、あ、いいね。で、これ多分 A にまだ来てると思うんで、どうするこれ。あ、来てんね。
いや、横スラ、次は決めていく、俺が。さあ、後ろから失礼します。いや、来てるよ。そこもカット、ナイス。で、どうするこれ。まだこれ A に湧いてそうやね。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。これ裏から来るんじゃねえ、ワンちゃん。さあ、オッケー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 。あともう数秒あったらお前は死んでいた。いや、いいぞ、これ。無双状態入ってるの同じで。うん。あ、でも旗全然入ってちゃった。怒られる怒られる。旗入ってなかったら怒られるんですよ。ちょっと、C 入ろうか。まあ、前押ししっかりできているんで。え、怖いな。外周怖っ。OK、そしてカット。2回、急いやね、それ。OK、大丈夫そう。ちょ、B カットしていってあげたけど。うわん !1 回かく、ファーま、引いたじゃん横スラで引いたじゃん壁の裏に今。出すか。はい、飛び出して、入っていこう。マジで、マジで、そっから来てるとかって。てかさ、なんかタイプなんかこれイコライザーみたいなのっつやん。なんか、バラダラダラダラみたいな。いやーなんか味方になってた。さあ、いや、いいんですよ、ここ。いや、当たんないそれ。いや、やってくれた。うわーオッケー、ナイス。ちょっと待って。前をするよ、俺が。ウォーマシンが、ウォーマシン。前をします、オッケー。来てるこれ。オッケー、ナイス。さあ、しっかり、俺の前押しで、これ取れたけど、これ来るかな。あ、なんかセンターいいんですよ。多分センター来るでしょ。オッケー。さあ、しっかり下から来てるよ、それ。下から来てるけどカットできるかな?大丈夫そう。オッケー。これ C カット。上から2階から C 行こうか。さあ、1人、2人、3人カット。オッケー。いいね。いや、今のフリックエムいいよ。誠ですか?いや、これワンチャンゴリアってカットできるんじゃねこれ。さあ、そこカット。そこもカット。いやー、逃げろ!バー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 カットしていってみま、逃げますよ、これ。いけるこれ。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ゴリアテ修造、これ、ゴリアテ弱体から来てないよな、これ。どうするこれ。あ、味方死んでんな。絶対一人は下から来る。さあ、しっかりカット。もう一人来ますよね。さあ、V トロ出していくよ。オッケー。V トロはノルマ。なんか、V トロ弱くね?こんな弱かったっけ、V トロ。一瞬で破壊されたけど。で、これ多分穴やれたら撃たれたんかな。連発で。ここもカット。いやー、マジか、それ初段がちょっとずれた。マジか、それきちいな。火炎瓶来たけど。オッケー、しっかりショック RC もカット。これ来るよな。ふっ、オッケー。いや、なんかそっちやっていくの。オッケー、ナイスナイスナイス。いいぞ、これ。いや、しっかりね、これ後半で4回も旗取りましたから、いいんじゃないでしょうか。さあ、39キル5です。しっかり今回はね、V トロも出していきました。で、しかもしっかり旗もね、4回絡んでるんで、いいんじゃないでしょうか。ハイライズですね。いやーでも割とね、このマップ結構 LK 強いんじゃないの?結構割と活躍できそうなんですけれども。まあとりあえずですね、こういうマップですね。なんていうかな。明らかにその、なんか、強ポジがあるっていうところは、まあ例えばね、このマップだったら、この上ですね、上取りましょうか。なんかいつもの流れやねんけども。いつもの流れすぎて逆に面白いわ。ちょっとこれ、いんな。あ、バレてる俺。オッケー!そこの隙間スイッチ?隙間から狙っていきますよ。さあ、そこもしっかりカットしていってあげて、結構キルレっていうか無双できる。あ、これ A っていうのか。いや、A はいいんすよ。A はいいんすよ。いや、B 取ろうぜ、お前ら。OK? いや、これ来てんな。大丈夫か ?HBK か、あいつ。やつ HBK か。わーお!めっちゃ飛んできた!めっちゃ投げられてんねんけど。めっちゃ超な火炎瓶とかいろいろ投げられてる。なんかいいね、クマさん。クマさん?ここカット。さあ、もう一人。あ、終わった。皆さんありがとうございました。ちょっと待って、一回引くわ。これ多分引けるやろ。引けるやろ、オッケー。で、ちょっとショック RC 溜まっているんで、これ発動していきましょうか。多分こいつがね、どっかの敵捕まえてくれると思うんで、オッケー。いいね、これ。ちょっと待って、あかん。頑張ってる。ガバリ、カメさん発動しろ。ちょっと、あそこなんかやれてんだ。大丈夫そう。これ、取ってあげるか。多分こいつは下にいるんですよね。いや、もう一人カット。なんか後ろから来てるー。なんか後ろから来てますね。いや、いいね、これ。キャラコン使っていこうぞ、カメさん。この下、オッケー、ナイス。このね、その足の下見えるんですよ、ヘリから。そう。なんかいますね、オッケー。いや、LK 割と近距離強いぞ。まあ、言うてね、あの、K44 とキルスクほとんど一緒なんで。オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。ちょっとこれ、ウォーマシーン出たんですけど、ウォーマシーンはちょっと取っておきましょうか。で、いいね。カメさん、オッケー、危ない。それ逃したらもう終わりやったぞ、それ。ヘッドショットカット、オッケー、いいですね。で、これもう一人いるんで、山本くん。オッケー、さ、しっかりカットしていってあげて、いいですよ、これ。いい調子いいぞ。なんか、キルペースいいぞ、これ。ちょ、ウォーマシーン使うか。ここでウォーマシーン発動、強化されましたから。
オッケー、さあ、しっとりカット、そこカットできるかな、ここもカットしていってあげて、あ、負けてんのか、今。今気づく、今気づく、カメさん。ちょっと待って、これ多分ね、下にいるんですよね。さあ、そこもしっかりカットしていってあげて、さあ、ショックカルシー向かってんね。これ B 乗ってる？ B 乗ってる、大丈夫そう。どっち側に行ったん？いや、でもね、LK 楽しいわ、楽しい、うん、ほんとに。ちょっと待って。じゃあ、いいぞ。オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。気合い入れていけ、お前ら。てか、なんか、割と初期スキン多いな。なんか、アーバントラッカーね、そう、結構前まで多かったんですけど、なんか、そう、アーバントラッカー、あんまり判定関係ないことに気づいたかな、みんな。さあ、やっていきましょう。行ってくる。オッケー、キルスが早っ、キルスが早っ、ローやったんか、あいつ。いや、あいつしか。めっちゃ無理で、オッケー、強っ、単発リジェンスで倒すか。で、これ、いる、大丈夫。スモークの中に紛れてない、これ。あ、これ、下か。一回行く。で、こっからフェイント入れていく。オッケー。今のキャラコンよ。今のがキャラコン技。オッケー。キャラコン技と、もう、エイムを組み合わせれば、最強ですよ。頭一個のカット。いやー、来てたー。それ二人は無理っす。めっちゃ、これ、ハブラのレジェンド珍しいな。このキャラコンっていうか、エイムでも勝負していかないとダメっすよね。そこ隠れてるんか、それ。前押し前いるんか、それ。ちょ、待て。これ、敵煽ってきてるのか、これ。敵煽ってきてる？オッケー。これね、トロフィーノック速度もめちゃめちゃ速くなってる。いいね、これ。ちょ、待て。俺が前する。こっちから湧いてんのよ。大丈夫です、オッケー。オッケー、オッケー、ナイス、それ。今のが前押し。そう。カメさん、そこは入らないとっていうね、方も結構いるんですけど、しっかりこの B をね、阻止してくる敵を、カットしていく。あげる。そう。オッケー、さすがもそこ、ここもカット。トー、じゃん、上にない。で、これいいぞ、これ。B ナイス。で、相手のアナイアネタいるんで。はっ？ちょっと待って。みんなにこれを見せようか。俺ら！うわぁ、トロフィー！くそ、マジかよ！うわぁ、ちょっと待って。これ一回行かすか、一回行かせて。ちょっとね、なんかね、いるね、これ。大丈夫か、君たち。あのね、LK24 もね、そう、あの、結構性能高いんで、この武器。オッケー、ナイス！ちょっと待って、これ。いや、そこもカット。いいね。じゃあ、あのセントリーガンがうざいな。オッケー、そしかも遠距離もカットしていく。いや、皆さんどうすか、これ強くないっすよね。いや、全然強いよ。ちょっと待って、一回引いて。いや、ブラブラ。ナイス。いや、いいぞ。ナイス。これで MVP 取れへんのか、これ。マジか。そうか。はい、ということで、今回 LK24 どうだったでしょうか？いや、使い心地いいよ。めっちゃ使い心地よくて、まあ、楽しいっていうのが一番いいね。まあね、あの、K24 とほとんどね、なんか射程もキル速もほぼ、なんか一緒みたいなんで、まあ、その K のね、なんかお兄ちゃんっていうか、なんかね、K のよりなんかちょっと若干性能が高いっていうような感じの、まあ、ことも聞いたんで、LK4 ね、まあ、ちょっとこのアイアンサイトは良くないかな。このアイアンサイトはちょっとあんまり良くないんですけども、まあ、他にですね、これですね、バックウッドとかいう迷彩、これ結構アイアンサイトおすすめですので、まあ、LK を使いたいって方は、このバックウッドとかね、まあ、別に、そう、こういうな、まあ、なんでもいいですけど、まあ、ちょっとね、アイアンサイトが気に入らないっていう方は、ちょっとドットサイトとか、サイトとかつけてみてください。ということでですね、今回、これで終わりたいと思います。うまかった、面白かったっていうのがあれば、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。